はい、どうも、味森です。色欲続きやっていきましょう。なんか前回が確か女の人のお家行ったら麻酔薬みたいなの使われたよね。何の音だ。何してんの。ご飯作ってくれてんの。ゆりさん、これがホストに来てたお客さんの一人で、何やったかな、なんか夢の中に双子の死んだお姉ちゃんが出てくると、ゆうけんてるくんは男になりに来ました。何か料理しているのか。何作ってんの。はい、おはよう。起きたの。ゆりさん、なんか血ついてない。ごめん、寝ちゃったみたいだ。そのままずっと寝てればよかったのに。ゆりさん、料理してるんですか。手伝うよ。料理してないよ。え、だって今包丁使ったでしょ。ま、後ろ汚くない。台所汚…なんかパイプもパーンいってない。あ、違う、手か。あれパイプちゃうな、手やな。ん、あ、手と、あれなんやろ、あ、お尻、お尻、え、薬はまだ効いてる。てるくん、薬、てるくん全部忘れたんかな。お前を眠らせた薬だよ。ちょっと人のことお前って言わんといて、ちゃんとてるくんって呼んでよ。ゆりさん、あの甘い匂いはやっぱり、うん、始まって数分で死ねー言われた。何、死ねー。右か左を押してください。右、危な、急。私今朝やねん。朝の8時とかのレベルやねん。もうしんどいわ。何してんの。な、何事？いきなりこんな感じ？え、これゆりさん、お姉ちゃんどっち？でもゆりさんっぽいね。ゆりさんどうしたんだよ。なんでこんなことするんだよ。あんたたちが悪いのよ。あんたたちが、ホストを恨んどんのかな？あんたたちホストが、お姉ちゃんを殺したのよ。はい？まさか龍河さんの言ってたホスト失踪事件の犯人って。あー、なんかホストにされたんかな。お金せび取られたんかな。あは、うん、僕まだ新人、私だよ。右、うわわわ、これ失敗とかあんのかな。え、右か左か失敗とかあんのかな。あ、二択を任されるって。いや、こんな赤かったっけ。赤い。まさかここはすでに例の見る夢の中なのか。開けろ、開けろ、わわわわ。何が来てんの。え、決定機を連打して走り続けてください。早ない。え、逃げます。逃げろ逃げろ逃げろ。朝から、朝から連打きつい。朝から連打きたい。あ、指が動かへん。朝やけ全然しんどい。声も出さへんし、出されへんし、指もしんどいし。え、朝からしんどい。ゆり、朝からこれはしんどい。僕男になりに来たのに。話が違うやんか。やばすぎるぞこの状況。逆にキラーは、キラー先輩はこのこと知ってんのかな。ルナと連絡を取らなければ。大事や。赤く光った部分をスマホの場合タッチ。はい、ロッカーに隠れます。何それ。テルどうした。ロッカーに隠れます。バレるんかな、バレるんかな。あ、あ、どうやろ。あ、バレてないんちゃう。どこに逃げやがった。これブロッカーバレるんちゃう。行ったか。なんだこの状況。え、ほんまそれ、朝からこんな状況、ほんとしんどい。男になりに来ただけやのに、エロい展開かなと思ったのに、こんな状況知らへん、知らへん。赤い糸電話、これで早くルナに連絡を取るんだ。でもさっき無視したけんな、怒ってるで。あ、出たで糸。これ他には見えへんのかな。あ、そうか、こっちはこっちで鉢合わせしとったね。え、じゃあお兄ちゃんの先輩なんですか。あ、よろしくな。お兄ちゃんがお世話になってます。母、お世話してます。あ、なんかいい関係を築いてそうですね。でもどうして先輩がこんなところにいるの。
それは俺の方が聞きたいが。まあいい。テルは今、男になろうとしてるんだ。ちょっと先輩そういうこと言わんといて、その子に、特にその子に。男ですか？そうだ。これは男の試練なんだ。可愛い我が子を先人の谷に突き落とすってやつですね。そうだ。何してんの自分ら。かわいそうお兄ちゃん。何その試練、私も一緒に受けるよ。どうやって受けるつもりだ。まあ、話が噛み合ってないね。アンジャッシュ状態ね。あ、お兄ちゃんから電話だ。電話？まあそうやね。この先輩からしたら、まあ携帯かなと思って待つけど、まさかの糸電話出すけんさ。え、まあ何それ。これは赤い糸電話だよ。お兄ちゃんと私の赤い糸が電話になるんだよ。いやだから、それは何なんだよ。え？だから、赤い糸電話だよ。何言ってんだ。まあちっちゃい子やけんね。ちっちゃい子やけん、あ、そうなんやって終わらせば、な、ホストやろ。頑張り、もうちょい。お兄ちゃんどうしたの？ルナ、助けてくれ。今、例の見る夢の中にいる。包丁を持った女に追われているんだ。早く逃げないと。赤い糸で出口を教えてくれ。大変、すぐに出口を教えてあげるからね。逃げる、逃げるだと。ルナ、ちょっとそれ貸せ。はい。あ、素直。やっぱこういうかっこいい綺麗な男の人好きなんかな、ルナちゃんは。おい、テル。え、キラ先輩、なんでそこに。お前今逃げるって言った？キラ先輩、違うの違うの。俺の教育が足りなかったのは悪い。謝るよ。キラ先輩、今そういう、それどころじゃないっていうか。やめい。テルー。逃げんのは許さねえぞ。は？ホストはな、女に夢を見せてやるのが仕事なんだよ。逃げ出す男に女が夢を見ると思うなよ。先輩。先輩かっこいい。オリエンタルラジオ始まった。あっちゃんかっこいい。ペケポン。じゃあ、キラ先輩。マジかよ。最悪。あ、見つかってる。キラ先輩、今それはまずいですって。勘弁してくださいよ。あ、やば。やば。バレた。あ、こんにちは。あ。見つけた。え、でもちょっと楽しそうやんか。ゆりさん楽しそうや。わわわわわ。ルナ、またかけ直すから。その人説得しといて。うん、頑張って。あらら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 。大騒ぎ、大騒ぎ。何が起こってんのやろ、今。テルめちゃ逃げてる。テルめちゃ逃げてる。頑張れ、頑張れ。頑張れ、頑張れ。あ、あれは。エレベーターだー。はや。み。わわわわわ。え、何？今だ。めっちゃ連打してる。めっちゃ連打してるよ、てるくん。開け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 。まあ気持ちはわかるわな。こんなん来たら連打するよな。え、また？え、まだ連打してる。まだ連打してる。あ。あれ、一応例やろ。エレベーターで逃げれるもんなん。シュッて来られへんの。シュッて隙間から来られへんの。あ、まあ、どんどんしてる。何回行く？早く他の階のボタンを押さなければ。4階まであるのか。どうしよっか。とりあえず4階行く？いちゃん上行こう。よし、4階行こう。でもこれ向こうにもバレとるよね。何階に行くっていうのは。少し考えを整理してみよう。OK。ゆりさんはこの夢の中でホストたちを殺していた。それは双子のお姉さんの復讐のため。お姉さんが自殺した理由がホストたちにあると思っているんだ。夢の中で殺していたってことは、それ霊なん？ユリさんは霊ではないやろ。まだわからんな。あの血の染みはホストたちの無念が現実の世界に現れてきたものだろう。殺人者であるユリさんへの精一杯の抵抗だったんだ。
この夢はお姉さんの夢なのだろうか。つまりゆりさんの狂気に走らせた黒幕はお姉さんの霊ということか。あ、じゃあ結局やってんのはお姉ちゃんってこと？ゆりさんは何なんだとしたら悪霊に変わっているのだろうか。早くここから出て体勢を整えた方がいいだろう。もう一度ルナに連絡をしなければ。赤い糸の呪いはルナが強く念じてくれないと俺には正確な出口の場所がわからないからな。深追いするよりもルナと話す方が先決だろう。あれな、一旦夢から伝統つきましたよ。4回。どういる？この先がどこに通じているのかはわからないが、ゆりさんが追ってくる前に行こう。あれ？姉ちゃんおるな。結構ゆっくり歩くんですね、この状況でも。どこ行ったらやろう。ルナのやつ、キラ先輩を説得できただろうか。早くここから逃げ出したい。一回電話してみる？よし、電話してみよう。選択肢が多くなってきたね。ルナ聞こえるか？もしもし、お兄ちゃん。電波悪ない？ルナ。よかった、お前の声が聞きたかったよ。今包丁を持った女から逃げ切ったところなんだ。え？何その反応。さあ早くこの夢の出口を教えてくれ。いつものようにルナが念じて出口の場所を俺に教えてくれ。早く早く。え、何怒ってる？やっぱアフターしたこと怒ってんじゃう。へーじゃなくて早く出口を。あれもしかしてキラに乗り換えた？え、何ルナその感じ。え、何ルナ。それじゃ電話切るね、お兄ちゃん。え、ちょルナ、今俺は包丁持った女に追われてるんだって。だから今夢から逃げ出さないとピンチなんだって。大変だね、頑張ってね。ルナ、ふざけないで、早く出口教えてくれよ。めっちゃ怒ってるんちゃう？無視したけんやで。お兄ちゃん、どうしてあの時電話に出なかったの？え？あの女の人とお店から出た時どうして電話に出なかったの？まあ確かに無視しました。一回無視しようと思いました。それは仕事中だったから仕方ないだろ。っていうか、なんで店の前にいたんだよ。お兄ちゃん、赤い糸の呪いってね、気持ちが通じていないとお互いの場所がわからなくなるんだよ。スマホみたいに電源をオンオフできるわけじゃないの。え？なのにお兄ちゃんは赤い糸電話を切ってた。それって私のことを忘れてたってことでしょ？なのに自分がピンチになったらご都合よく助けを求めるわけですか？めっちゃ怒ってる。最悪最悪。ルナ、そういうつもりじゃないよ。あれは仕事だったんだって。仕事を言い訳にするつもりなの？え、何、ちょっと、え、なんか急な彼氏彼女の喧嘩を聞かされている感じ。第三者の僕、何しに来たんやろ、なんやろ、これいつ終わるんやろ状況になってる。仕事中も私のことを考えてればいいでしょ。そんな無茶な。じゃあね、お兄ちゃん、今後は自分のキャラのことをよく考えて。キャラ？それそんなキャラ崩壊してまでやる仕事じゃないでしょ。ああ、まあ私も思ってました。第2話ちょっとテル君おかしくなってるなって思ってました。じゃあね、生きて帰ったらまたお兄ちゃんって呼んであげるわ。ルナ、話を聞けって。ルナールナー。ああ、すっきりした。え、言ってよかったろ。男はガツンと言わねえと調子に乗るんだよ。うん、ありがとう先輩。やば、あ、来た。あ、キラ先輩、めっちゃ声聞こえてる。あれ、それ電話切れてないんじゃね。あ、ほんとだ。最悪、聞かされた。ちょ、ま、あ、おい、一番最悪やこれ。ああ、
赤い糸が消えていく。あいつらマジかよ。もう嫌な二人鉢合わせしたな。ルナールナー、まずいぞ。唯一の味方に見捨てられてしまった。俺はどうしたらいいんだ。あ、来たで。4階ついたくない？後ろ。あ、来たで。チン言うたで。あ、普通にエレベーター乗ってくるんや自分。あっちーん。またですか。今日半分この映像な気がするんやけど、これゆりさんはなんなんやろ。本当にホストを恨んでんのかな。こんなにお姉ちゃんと仲良しやったのかな。あ、あれは、あ、ドリームス、ドリームス。なんでドリームス？え？なぜここに？行かせるかよ。え、鏡、鏡。わわわわわわ。わわ、で、なに？今だー。龍河さん。え、普通ここにあるんやったら開けるやろ。開かない。あわわわわ。てるくん、なんか第2話キャラ崩壊してない？